月経館株式会社は日本酒を中心に各種の種類を製造する酒造会社。同社が製造する日本酒の銘柄名でもある。勝利と栄光を意味する月経館を由来として名付けられた。本社及び工場は京都府京都市伏見区に所在する。明治時代以降、急速に全国展開し、奈良の白鶴酒造と共に日本最大の酒造メーカーとなった。 戦後、業界に先駆けて、1年を通して醸造可能な、四季醸造像を建設し、大量の酒を供給することに成功したことでも、知られる。コーポレートブランドコンセプトは、フォーユアライフスタイルテイスト潤いをあなたと、で、基本理念は、県を目指し酒を科学して、会を作るとなっている。近年は本業である、日本酒の製造のほか、焼酎の製造、販売、ビールワイン、 食品等の販売、日本酒を利用した化粧品や入浴剤などの販売や医薬品開発なども行っている。製酒の製造で培った技術を利用し、近年では稲藁からバイオエタノールの特許技術を取得したり、花王との共同研究により、麹菌による専門技術の特許を取得するなど、バイオ技術の面でも注目されている。 また、2014年4月には、冷凍鍋焼きうどんで知られる、金麗から、食品事業を会社分割により上として、新法人による金麗を設立するなど新事業にも力を入れている。月景館の酒樽の一例創業が多業界と、比べて非常に古いと言われる、日本酒業界の中でも、月景館の歴史は古く、創業は1637年にまで遡る。 1867年の蕎麦、伏見の戦いでは、酒蔵などが被害を受けるものの、本宅が被害を受けずに済み、廃業を免れたという歴史的な経緯もある。明治時代以降は、全国的な製紙メーカーとして発展した。数十年以上の長きにわたり日本紙メーカーのトップシェアを誇ってきた月景館であるが、2002年に白鶴酒造に追い抜かれた。京都における、 名門企業であり、伝統企業の国際組織である、エノキアン協会に加盟している。協会への入会の条件として、創業200年以上の歴史、同族経営、業績良好の3条件を全て満たさなければならず、日本からの申請者で条件が満たせたのは、月経館を含めて5社であった。社長は、代々大倉家から出される。また、株式会社ではあるが、 サントリーや竹中工務店、日本のロッテ、コカ・コーラの日本法人、P&G の日本法人、グーグルの日本法人、ヤンマー、大日本女中菊、コー佐藤製薬などと同様に上場していない企業としても有名である。堅実な経営を脈々と続けてきたことで知られ、一貫する経営方針や、その経営内容は大企業でも参考にするものが多い。ロゴは、 月桂樹の葉を勘定にしたものが主流であったが、近年 CM などでは月桂樹の葉を近代的に改良したロゴを使用している。かつてはお酒の王様、月景館、日本の酒、月景館というジングルが流れていたこともある。特徴的な商品名の筆文字は明治の三筆と呼ばれた書家、草壁明確によるもの。 業界に先駆けて月経館総合研究所を設立したり、四季醸造像を業界で初めて建設するなど、科学技術を駆使した大量醸造を可能にし、近代化を進めた酒造メーカーである。一方で、ごく一部ではあるが当時を中心とした伝統的な醸造も現在も行っていることで知られている。ただし、常勤の当時は一人だけであり、基本的には機械による。 大量醸造でコスト競争力のある製品を製造している。全国新種鑑評会やモンドセレクションで各蔵で金賞を数多く受賞するなど一般的な安酒のイメージを拭うためのアピールを継続している。J リーグの京都産学会 C のオフィシャルスポンサーであり、また近年は企業メセナなどにも積極的に関わるなどしている。本社のある京都市伏見区には 月経館、大倉記念館があり、酒造りに関する文化財等を公開している。米国へも比較的早い時期から進出し、現在では米国内でのシェアは25%もある。現在では他社も進出し日本酒自体が現地で定着したため、酒、またはジャパニーズ酒と普通に呼ばれるようになったが、過去には月経館が日本酒の代名詞であった。また、 生酒需要のある韓国、中国へも進出し、海外展開を進めている。なお、自社単独で厚生年金基金を保有する数少ない企業である。非常上場のため退職給付会計等の影響が軽微なことが基金存続の理由と思われる。京都府下で他に厚生年金基金を保有する企業は株式会社、石田のみである。月経館、大倉記念館。 大倉家本宅、月景館級本社低温で約30日をかけ、発酵めらかさと複雑さが絶妙京都市伏見区南浜城247。近くには木桜や寺田や黒田節発祥地記念札など歴史的建造物などが多く建っている。月景館、大倉記念館現在過去現在他過去など多数、京都、伏見月景館京都の名所、 旧石の四季折々の姿と同社製品の歴代のラベルが紹介される内容である。現在過去。ありがとうございます。